近い心理学。それではラジオネームベルベルベルクソンさんありますベルベルベルクソンさん噛みそうになりましたけど、はい、コンビニなどのクーポンやポイントはお得ですかと。シンプルです。コンビニか。あれさ、そもそも心理学的に考えると、あのクーポンとかの仕組みってどういうことなんですか？クーポンとかは、クーポンの種類にもよるじゃん。うん、例えば、ポイントカードとかポイント貯まりますっていうのは、うん、そこでポイントが貯まると、その店舗とか系列店でしか使えなくなるから、またそこに行くっていう。ああ、そういう行動を喚起させるための。うん、そう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 。で、教科書がお得みたいな。そうそうそう。30ポイントで30円分みたいな。うん、で、これちゃんとビジネスモデルがあって、あ、そうなんだ。ひげ剃りの、うん、何こう、歯の部分だけ取っかれるやつがあるじゃん。はいはいはい。あれ、開発した日本の会社かどっからしいんですけど、あ、そうなんだ。で、こう、何その、打つところは先にプレゼントか何かして、うん、で、歯を取り替えれますって言うと、ずっとその歯を買うじゃん。うん、で、ヒゲ剃りそれ一本買ったら、もうずーっとそれリピーターになってもらうっていうモデルで、で、これが結構ね、ビジネス業界でヒットしたんですよ。なるほど。はい。これもあれか、コピー機とかもそうだし、うん、コーヒーメーカーとかもそうですよね。あ、そうだね。カパッと入れて飲むやつとか。うん、そっかそっか。コピー機なんかね、その、インクで、こう、稼ぐわけですから、うん、だから、その、安い一般的なさ、その、何機種対応とかって売ってほしくないわけだったりするんですよね。まだ純正がいいですよっていうふうに言うんですけど、まああれと同じ原理だと思うんですよ。なんかさ、行動って始めるのが結構大変だけど、うん、始めたら続くっていうのがあるみたいですよね。さ、最近コンビニでさ、なんか買うと違うドリンクのクーポンっていうか、無料引き換え券みたいなやつもらえるじゃないですか。ああ、あるね。あれって結構買っちゃうじゃないですか、それもらうと。あ、じゃあもらおうかな、みたいな。うん、で、もらうと試しに飲むから、うん、で、試しに飲むって行動を始めさせてるんですよ、強制的に。で、美味しかったらまた買おうみたいな感じで継続的にリピートしていくから、うん、企業からしてみたら行動を始めてもらうためのなんか、うん、こうコツというか、そういうような狙いでやってるっていうのはありますよね。いやー、本当にたくましいですね。見習わないとと思ってます。それが得かどうかって考えると、うん、まあでも1本目もらってる分には得なんじゃないですか、ね。得かどうかは得だと思いますよ。うん。ただそれをなんか継続した時になんかお金が、値段が上がっていくモデルとかね、そういうのだと、なんか最終的にはもしかしたらちょっとマイナスになることはあるかもしれないですけど。あとね、ポイントがつくからって言って、あと何円買ったらポイントがもっとつくみたいに買うじゃないですか。うん。あれは引っかかってると思う。ああ、なるほど。だそのポイント分よりも多く支払うことになったら、トータルで考えたらさ、やっぱり、そうじゃん。そこは、そのポイントをあまり過信しない方がいいんだと思いますけどね。確かに、そのモデルいろいろありますよね。某なんかショッピングサイトとかでも、なんかセールとかやってる時に、何円以上買ったら、そのポイント2倍とか、なんかそういうのありますよね。で、そこでさ、大して必要もないもんさ、あ、じゃあ200円分買っちゃったら、ポイント倍だとか言ってさ、そしたら200円分のポイントよりもさ、低いポイントしか返ってこなかったらさ、あ、うん。で、150円、ポイントバックって言ったらさ、50円分損してるわけですから。なるほど。で、50円分損してるってか違うよね。で、200円をそもそも損してるから。うん。そうですね。確かに。こっちからしたらその分のお金はかかってるわけですから。200円払って150円もらいましたって、わけがわかんないから、じゃあ200円払うなっていうのが、多分一番、こう、経済的な効率的だとは思うんですよ。そうですね。まあ、だから得になる場合もあれば、得にならない場合もあるので、うん、まあ、それぞれ見てもらえるといいとは思いますけどね。まあ、そんな中あれですか、バチコイクーポンもなんか今野さん作るっていうふうに言ってましたけど。どういうシステムなんですか、バチコイクーポンは。バチコイクーポンは貯まると、100バチコイで1回今野がバチコイって言います。そうだ。貯まるまではバチコイ言わないみたい。契約貯めてって。100まで貯めたら言えるよ、俺もっていうね。受けるのわからない。バチコイ心理学。
岩野がやっている認知行動コンサルティングオフィスでは、研修の講師や個別のコンサルティングを受け付けております。詳しくは概要欄から、ぜひ。